パンチカードシステムは電子計算機が登場する以前にパンチカードを利用してデータ処理を行った際に使われた機器の総称でカード先行機、分類機、会計機などがあった。IBM407 会計機電子計算機の発明以前、データ処理はタビュレーティングマシンの進化したパンチカードシステムと呼ばれる電気機械式機器で行われるようになった。 和製英語だという主張もあるようだが、英語圏での使用例もある。英語圏では、ユニットレコード装置、電気会計器などとも呼ぶ。ユニットレコードとは、19世紀末から20世紀初頭にかけて使われた、一つの文書上のオブジェクトや処理に関する全情報の記録を指した言葉である。例えば、図書館の作品カードは、ユニットレコードの一例である。 ユニットレコード用の机も製造されており、パンチカードなどで記録されたユニットレコードを格納しておく机をタブファイルと呼んだ。当時の書籍には我々は鉄道用のあらゆる車両や機関車についての記録をパンチカードまたは他のユニットレコードの形で保持しており、それらはカーカウンタンと S オフィスまたは他の手段で作成されたという記述も見られる。 ここからパンチカードはユニットレコードの一種だがユニットレコードの方が幅広い意味を持つことがわかる。マーカス・クライオフスキーはこのユニットレコードの概念を発展させた人物を初子学者のコンラート・ゲスナーだとしている。20世紀後半にコンピュータが担った役割を20世紀前半では PCS が産業界や政府関連で果たしたのである。データ処理は パンチカードのデッキを入力として様々な機器を連結してなされた。機器間のカードデッキのフローは大きな紙に標準化されたシンボルを使って記述され、そのような図を今ではフローチャートと呼ぶ。各機器はパンチカードを高速に処理するための機械式フィーダーを備えており、毎分100枚から2000枚のカードを送り込み、電気的センサーか光センサーで穴の位置を調べる。 多くの機器の動作は着脱可能なプラグボードを使って指定できる。初期の機器は電気機械式のカウンターと軽電機を使って構築されていた。電子部品は1940年代後半から導入され始めた。PCS の最大の供給業者は IBM である。以下では主に IBM の PCS 各機器について解説する。 IBM029 キーパンチ基本データ単位は80桁のパンチカードである。各桁は一つの数字、文字、特殊記号などを表している。データ値は隣接する複数の桁によるフィールドから構成される。例えば、社員番号5桁、時給レート3桁、ある週の実動時間2桁、部門番号3桁。 プロジェクト課金コード6桁という風に並んでいる。元のデータはキーパンチと呼ばれる機械を使って人手で入力された。キーパンチにはタイプライター上のキーボードと未入力のカードと入力済みカードが置かれるホッパーで構成される。後にはカードにパンチした内容がカード上端に印字されるようになった。場合によってはパンチされたカードは次の健康器ベラファイヤーと呼ばれる。 キーパンチによく似た機械に送られる。健康機の操作者は、キーパンチと同じ内容を入力し、健康機内部で、それが、パンチ済みの内容と合っているかチェックする。問題なければ、カードの右端に小さなポッチがパンチされる。IBM08 に相対 PCS の主要な機能の一つは、パンチされたデータに従って、パンチカードのデッキを適切な順に分類することである。 同じデッキでも処理手順によって異なったソートをすることがある。IBM80 シリーズのようなソータは、一つの入力デッキを指定された桁の内容に、従って13個の出力デッキに振り分ける。なお、13番目のデッキ格納場所は指定された桁に、情報がパンチされていないカードやリジェクトされたカードのためのものである。ソートアルゴリズムとしては、奇数ソートやバケットソート。 あるいはそれらの組み合わせが使われた。データ処理業務は毎日バッチ形式で一括処理するのが一般的であった。1日の業務でパンチされたカードをソートしてからマスターデッキにマージし、その後作表処理が行われる。リポートや集計は作表機で行われる。ソートされたデッキを供給すると作表機が各カードの内容をそれぞれ一行で印字したり、 指定されたフィールドの値が内蔵のカウンターに加算され、特殊なパンチ穴のあるマスターカードを検出すると、カウンターの値を合計値として小径、小計、総計を印字する。後にプラグボードによるプログラムが可能となり、一つのカードの二つのフィールドの値を入力として、乗算なども行えるようになった。また、その計算結果を、同じカードの所定のフィールドにパンチして記録することも、 できるようになった。IBM 519集団選考機後の集団選考機はこれらすべての操作を実行することができた。IBM 046テープ2カードパンチと IBM 047テープ2カードプリンティングパンチは3穴テープから読み取ってパンチカードに穴を開けることでデータを複写する。IBM 063カードコントロールドテープパンチは逆にパンチカードを読み取って そのデータを参考テープに穴を開けることで複写する。IBM タイプ285タ a b レータ。アメリカ合衆国社会保障局で1936年、語呂使用。基本的に、作表記は、パンチカードを1枚ずつ読み込み、一部を連続帳表に印字し、パンチカード上の一つ以上の数値をカウンターに加算する。初期の機種ではアキュムレータによって、ダイヤルがセットされるので、 最終的に人間がダイヤルから送計を読み取っていた。後の機種では送計を直接印字可能になった。特定位置に穴のあるカードをマスターカードと呼び、通常とは扱いが異なる。例えば顧客マスターカードをその顧客の購入商品のカード群をそうとしたものに付け加える。これを送り状を作るためにタビュレーティングマシンに読み込ませると送付先住所と 顧客番号がマスターカードから読み込まれて印字され、個々の購入商品と価格が印字される。次の顧客マスターカードを検出すると、アキュムレータにある総額を印字し、ページを送りする。IBM402 会計機のプラグボードソーター以外の PCS は、プラグボード制御板を使って、プログラム可能であった。パネルには、グループ化された穴の配列がある。 これらの穴を導線でつなぐことでプログラムする。カードのフィールドに相当する穴と何らかの制御に対応する穴をつなぐことで処理が行われる。一般にある処理を行うための配線済みプラグボードを複数用意して業務ごとにプラグボードを入れ替えて使う。ワイヤーは長さごとに色が決まっていて、たくさんのワイヤーが集積することでプログラミングが困難になるのを防いでいた。 またワイヤーには一時的なものと永続的なものがあり、永続的なものは特殊な工具を使わないと取り外せないようになっていて、デバッグ完了後はそのような配線を使うのが一般的であった。なお、プラグボードの配線をプログラミングと呼ぶのは構成の故障であり、当時はファンクショナルワイリングなどと呼んでいた。1948年、IBM604 が発表された。 この機械はカードプログラムドカリキュレータと呼ばれ、真空管を使った計算機構を備えていた。これは10年間で5600台を販売するベストセラーとなった。これを代替する目的で開発されたコンピュータが IBM650 である。初期のコンピュータプログラムは入力及び保管にパンチカードを使用した。企業や大学にはキーパンチ機が並んだ部屋があり、プログラマーは そのような部屋で作業した。IBM407 会計機を使ってパンチカードの内容を印字しプログラムのデバッグに活用することもあった。IBM519 を使ってプログラムのカードデッキのバックアップを作ることもあった。519は73から80桁の位置に連続番号を打つのにも使われた。これはフォートランやコボルがその桁位置を使っていないことから、 それらのプログラムデッキに活用された。順番に並んでいたデッキを落とすなどしてバラバラにしてしまった場合には IBM80 シリーズの総オーターを使った。より簡単な方法としてはカードデッキの上端の側面にペンなどで何かを書いておくと正しく並んでいることが確認できた。IBM1401 のような初期の商用コンピュータはパンチカードを入出力として より複雑な結果を得られるようになっていた。しかし、多くの場合記憶媒体としては、磁気テープが使われ、磁気テープへのデータ入力手段として、パンチカードが使われるようになっていった。作業手順が変わることに抵抗を示す組織は多く、コンピュータが登場してからも PCS が使われることは多かった。料金集計、マイクロフィルムアパーチャーカード、投票システムなど、 PCS は21世紀になっても使われている。システム3は IBM のミッドレンジコンピュータの先祖とも言うべき機種だが PCS を完全に置き換える目的で開発された。日本でもパンチカードシステムは比較的早期から使われてきた。1920年に予定された国勢調査に利用できるように 帝神将棋士の川口松太郎が川口式電気集計機を1890年、米国国勢調査に使われた、ホレリスキに似せて開発した。これは実際に国勢調査の集計に利用されたが、全11台のうち10台を関東大震災で消失したので使用に終わり、その後もこの国産化は行われなかった。その後は次のようなパンチカードシステムが輸入された。 こうして第二次世界大戦前は1920年代にはパワーズが多く鉄道省のは世界最大数とも言われた。しかし1930年代には米国でも IBM がほぼ独占的になりホレリスキが多くなった。1880年代にハーマンホレリスは機械で読み取り可能な媒体にデータを記録することを発明した。 機械読み取り可能なメディアのそれまでの用途は、ジャカード食器や機械化学器のようなプログラム機械を駆動するための命令のリストであった。紙テープを使った最初の試行の後、彼はパンチングカードに落ち着いた。ホレリスカードと呼ばれることもあるこれらのパンチカードを処理するために、彼はキーパンチ、ソーダー、タビュレータユニットレコードマシンを発明した。これらの発明は、 データ処理産業の基礎となった。タビュレータは機械式カウンタをインクリメントするために電気機械式リレーを使用していた。ホーレリスの方法は1890年の国勢調査で使用された。1896年に彼が設立した会社タブヤレイティングマシンカンパニーは4つの会社のうちの1つで、1911年には5つ目の会社コンピューティングタブヤレイティング。 レコーディングカンパニーが合併して設立された。1900年の国勢調査の後、高級的な国勢調査局が設立された。国勢調査局とホレリス社との間で契約上の紛争があったため、国勢調査機構上が設立され、ジェームズ・パワーズらが1910年の国勢調査処理の一部を行うための新しい機械を開発した。1911年、 パワーズは開発した機械の特許権を得て、国勢調査局を退職し、パワーズ会計記者を設立した。1927年、パワーズ社は、レミントンランド社に買収された。1919年、フレドリック・ロージング・ブルは、ホーレリスの機械を調査した後、雇用主のためにユニットレコード装置の開発を開始した。ブルの特許は1931年に売却され、 グループブルの基礎となった。これらの企業やその他は1950年代にコンピュータが開発された後もパンチングカードの作成、仕分け、集計などを行う汎用のユニットレコードマシンを製造、販売していた。パンチカード技術はビジネスデータ処理の強力なツールへ急速に発展した。ホーレリスの米国特許第395,782号の一部。 統計情報を紙に穴を開けることで記録するという概念を示している。初期の IBM 製タビューレーティングマシン、ロンドンスクールオブエコノミクスで、ホーレリスのマシンを使っている、様子歴史、ホーレリスとホーレリスの初期のマシン、パンチカードの用途、マシン。ありがとうございます。